これで封印を解いて聖遺物を峡谷に差し出すことは事実上不可能になった。俺個人としてはそもそも聖遺物を差し出すこと自体に疑問を持っていた。だから正直な気持ちを言えばこれで良かったと思っている。けどファルツォーネは峡谷という後ろ盾を失い、ブルローネの利権を取り上げられることになる。この場所で組織が生き残る道はない。ああそうだな、ニコラ。この町を出る、それが俺たちに残された最善の道だ。ありがとう。世話になってばかりでごめんなさい。カポは何をグズグズしているんです。このままでは商売を続けていけなくなる。その通り、決断が遅すぎるかと。ブルローネを出たところでその先うまくやっていけるとは限りませんよ。カポはそのことをちゃんと理解しているのですかな。みんなが心配になる気持ちはわかるよ。僕からも彼にはよく言っておくから。アンダーボス、ただこれだけは言える。ファミリーを維持していくためには君たちの力が必要不可欠だ。だからどうかこれからもファルツォーネを支えてほしい。急がないと。ニューヤン、久しぶりだな。
ネズミは隠れるのが得意って話じゃなかったか。意外と簡単に見つけられたな。隠れていてはつまらんだろう。ブルローネマフィアと遊ぶためにわざわざ舞い戻ってきたというのに。へえ、その足でか。遊ぶ前に撃ち落とされちまいそうだが。片足の自由が利かん程度でお前に負けることはない。むしろ多少の枷があってようやく楽しめるというものだ。お前は昔から頭がおかしかったけどな、改めてイカれてるって思うぜ。さすがにどっちも譲らないか。まあ、あの片足さえなかったらあっちの中国人に軍配が上がるだろうけど。互角か。どっちが生き残るかな。うん、ただいま。ダンテは今日会食だから先に夕食にしようか。お食事の用意はできております、旦那様。大変です、ニコラさん。シニョーレ・レッドフォードが。僕から離れないように。この辺りに住み着いてるガキが見つけて報告してきたんです。俺たちが来た時にはすでにどっちも息がなくて。大丈夫。
レオ、彼女を頼む。は、はい。どうしたんですか、ニコラさん。ヤンを殺したのはギルバートで間違いないと思う。銃弾が心臓を貫いているから。ギルバートの体には複数の刀傷があるけど、どれも致命傷じゃない。死因はこっちだ。背後から一突き、おそらく即死だったろうね。ヤンの武器ではこういう傷にはならない。多分もっと刃の幅の狭いナイフか何かだ。ここにはもう一人誰かいたってことですか。ギルバートがヤンを仕留めてくれたのは、正直僕たちにとってはありがたかった。ヤンを放っておくわけにはいかなかったけど、かといって今のファルツォーネにはそちらに人手を割く余裕はなかったから。だが気になるのは、その場にいたもう一人だな。彼を一人で行動させるべきじゃなかった。もちろんギルバートを止める権利なんて僕たちにはないって分かっている。それでも僕たちは友人だった。死んだんだ、ギルバート。大丈夫。ちょっと痛むけど、それより俺も少し話したいから。ギルバートは実力者だった。ヤンとの戦いで疲弊してたとしても、彼を殺せる人間は限られると思う。そうだね。少なくともラオ州の残党とは考えにくいな。去年の拠点襲撃の際、実力者として名高かった構成員の死体は全て確認している。峡谷の人間かもしれない。各地でそれぞれの任務に就く使徒をこの町に呼ぶのは
考えにくい。動いているのはおそらく候補。使徒候補か。複数で動いているのか。うん、使徒は基本的に単独行動だから、候補も同じ。じゃあ強国の資格は一人と考えて良さそうだね。早めに探し出したいところだけど。その必要はない。多分彼はマフィアファルツォーネの排除を命じられてるはずだから、そのうちダンテやニコラの首を狙いに来る。それは好都合だ。警備を緩めて誘い込めばいい。うん、うん、そうだけど。オルロック、君はこれからどうしたい？強国に着くのか？俺はどうしたらいいかわからなくなった。俺のことを育ててくれた人も、指示を仰いでた人も死んだ。俺は使徒だから、きっと強国の意志に従うのが正しい。けど生物のこともギルバートのことも、俺は何か違う気がしてる。神のご意志がどこにあるのかわからない。でも俺が選んで、もしその答えが間違ってたら、これが正しいことなのかはわからないけど、俺はファルツォーネに協力したい。俺の役目はファルツォーネと鍵の乙女を守ることだから。それに ニコラはいつも俺に親切にしてくれた。素性の知れない情報屋の俺にちゃんと向き合って話を聞いて仕事をくれた。いろいろ気遣ってくれて嬉しかった。
今の強国のやり方は受け入れられない。だから俺は使徒としてじゃなくて、俺の意思でファルツォーネに協力する。ありがとう、君のその言葉を信じるよ。今日はもう遅い。強国への対策はまた明日話をしよう。そうだな。ああ、報告を忘れるところだった。今夜の会食はなかなかの手応えだ。まだしばらくは政府の干渉を抑えられるだろう。かなりの金をばらまく必要はあるが。それは朗報だ。この状況で出し惜しんでもね。金ならまた稼げばいい。ファルツォーネの当主として君に思うところがあるのは理解しているつもりだけど、今はとにかくファミリーを守ることを第一に考えよう。ああ、分かっている。おやすみ、シニョリーナ。心配しないで。大丈夫。全部うまくいくよ。
そうか。挑戦するのはいいことだと思う。作ったらぜひ味見させてくれ。以前食べたクロスタータもうまかった。あの、俺も食べてみたい。それは難問だね。僕にもちょっとわからないな。お許しするわけにはいきません。いけません。奥様になる方をキッチンに入れるなどお許しできません。はい。そうは申しておりません。しかしこれはしきたりというものでして。なんだお前は、止まれ。ああ、はいはい、邪魔すんなよな。お下がりください。どちら様です？当家の主人とお約束が？約束はしてないんだけどさ、俺はヨハン、峡谷の人間って言えばわかるか？そう、それ。まあ近いうちに候補は取れると思うけどさ。で、あんたが噂の鍵の乙女だろ？リリアーナ・アドルナート。おとなしく。この方に手は出させません。あのさ、
そっちは鍵の乙女じゃないじゃん。用なんてないわけ。仕事の邪魔しないでくれよ、おっさん。いいえ、できません。この方は当家にとって大切な女性なのですから。はあ、くっそだるいじゃんか。黙ってろ。お気になさらず、逃げてくだ。柔らかいじゃん。さすが金持ちの家は違うな。いい椅子使ってる。てか止血したところですぐ死ぬよ。俺そういう風に刺したし。ほっといてあんたも座れば。まあしたいってなら止めないけど。ああけど念のために言っとくぜ。あんたが逃げようとしたらこのナイフ投げちゃうかも。俺コントロールには自信あるんだよな。フランチェスカ様、お電話です。失礼。このことダンテには。そう、じゃあ彼には伝えないでオルロックにだけ伝言を頼む。ダンテを狙う機会はこれまでにたくさんあった。
動きが早いのは悪いことじゃないけど、カポを危険にさらすわけにはいかない。言っただろ、仕事だって。だから上に言われた任務ってのをこなしに来た。ファルツォーネファミリーを潰すこと、こんなのいちいち説明しなくてもわかるだろ。この2週間くらい俺を誘い出そうとしてたみたいだし。乗ってやってもよかったんだけどさ。でもダンテ・ファルツォーネを殺したところでニコラ・フランチェスカが生きてたらあんまり意味ないし。カポがニコラ・フランチェスカに代わるだけだろ。ファミリーが勝手に潰れてくれるわけじゃない。ダンテ・ファルツォーネを先に殺して、その後ニコラ・フランチェスカが雲隠れでもしたら面倒じゃん。でもまとめて殺すのもなかなか難しそうだし、だったら先にニコラ・フランチェスカを始末しとこうと思ってさ。仕事ぶりとか見てるとあの片腕の方が厄介そうなんだよな。まあ勘だけど。であんたを人質にすることにした。玄関にいた構成員ほとんど殺したけど、一人だけ見逃しといた。そろそろ報告がいってるはずだ。ニコラ・フランチェスカが帰ってくるまでそんなに時間はかからないだろう。のんびり待ってろよ。え？ギルバート・レッドフォード？ああ、じゃあ、あいつらが来るまでの暇つぶしに教えてやろっか。あいつらよく戦ってたよ。なかなか面白い見せ物だった。あの中国人どう見ても普通じゃなかったな。足を引きずりながらあれだけやれるとか化け物かよって。逃げるとか考えてなかったな。あれはどっちかが死ぬまで続けようとしてた。中国人の心臓めがけてズドン。ギルバート・レッドフォードが手数と機動力で押し切ったわけ。あー、それに気迫っつうか執念みたいな、そういうのもあったよあいつ。
これであいつらが戻ってくるわけじゃねえのは分かってるが、少しは浮かばれるかもな。気配を隠した俺が背後から見事一発で仕留めたってわけ。なんだよ、せっかく話してやったのにさ。つまんない反応だな、あんた。聞きたかったんじゃないのかよ。大して盛り上がらなかったけど、暇つぶしにはなったみたいだな。来たぜ。リリー。お、やった、ニコラ・フランチェスカじゃん。じゃあやらせてもらうか。君はどうやら僕を待っていたみたいだけど、人の屋敷に押し入って護衛を殺してうちのカレーにまで大怪我を負わせてくれた。殺される覚悟はできているんだろうね。いや、殺されるのはそっちの方だし、俺は首都候補の中でも優秀なんでね。ただのマフィアごときに負けないっての。ところでさ、家の中で銃とか使っていいわけ？跳ねた弾が大事な彼女に当たるかも。これでも銃の腕には自信があるんだ。それくらい計算して撃てるよ。あっそ。無事か、ニコラ。
どうして？それは俺のセリフだ。仕事が早く終わって帰ってきてみれば。これは一体。邪魔だ。オルロック、はあ、なんだよ、反則だろ。オルロックも一緒に相手するなんて、さすがに荷が重いっつの。全員動くな。動いたらこいつを殺す。彼女を離せ。話すわけないだろ。人質を手放したら俺が殺されるじゃんか。人を連れて逃げるのがどれだけ大変か分かっている。歩かせても速度は出ない。抱えていくならいい的になる。彼女を避けて君の背中を狙う技量くらいあるんだよ。黙れって。この女殺すぞ。そうすれば君は人質を失う。彼女に怪我をさせても君が不利になるだけだ。連れて逃げるのは余計に難しくなるだろうね。ああ、じゃあ、あんたが俺に殺されろよ。ニコラ・フランチェスカ。あんたがここで死ぬなら引いてやる。もともと今日はあんたを殺しに来たんだし。せめて一人分は仕事しとかなきゃだろ。ま、あんたが嫌がるならこの女を殺すよ。その男が約束を守るとも限らない。話に乗るな、ニコラ。ガイアは黙ってろよ。わかった。いい返事じゃんか。本気ならまず銃を捨てろ。それと動くなよ、
オルロック。いくらあんたでも俺が刺すより早くこの女を助けるのは無理だろ。ごめんねシニョリーナ、残念だけどそのお願いだけは聞けないんだ。僕は君を助けるためなら手段を選ばない。彼女に怪我をさせても君が不利になるだけだ。連れて逃げるのは余計に難しくなるだろうね。何すんだよグズ。リリどうして。あなたは逃げるか戦うか選ぶべきだった。なのにどうして無力な人を狙った。そんなことを。殺したかったからに決まってるだろう。俺の思い通りにならないやつはみんなくたばればいいんだ。リリー、リリー、ダメだ、血が止まらない。時に僕のことなんて
うして僕なんかを守ろうとするんだ。君はただの女の子なのに。言ったはずだ。僕が傷つくのはいいって。なのに、どうして。聞こえない。よくないよ。約束したじゃないか。ずっと一緒だって。結婚するんだって。ダメだよリリー、お願いだからどうか置いていかないで。入れ。失礼します。今日の報告です。あと昨日取引したロッシ商会からお礼の連絡がありました。ああレオ、いたんだ。ごめんね、話中に。報告だけ先にしておこうかと思って。いえ大丈夫です。君に頼まれていた例の議員の件、なんとかなりそうだよ。そうか、よくやった。じゃ、邪魔してごめんね。ニコラ。何？なんて。顔色が悪い。ちゃんと寝ているのか？心配しなくても大丈夫だよ。仕事はきっちりやっている。
お前が倒れては元も子もない。少しは休養を。今は一刻も早く準備を進めないと。大丈夫、全部終わったらゆっくり休むよ。あんなことがあったばっかなのに、ニコラさん、いつも通り、いや、いつも以上に働いてるの、俺心配です。今はただ時間が過ぎるのを待つしかない。そうですね。少し。僕が行けば彼女は悲しむだろうか。きっと怒るだろうな。泣くかもしれない。それでも僕たちにはお互いが必要だ。離れて生きていくなんて考えられない。離れていたら不安になる。触れていないと寂しくなる。寂しい思いはさせたくない。どうか安心して、テリー。早く会いたい。